最近また裁判モードに入ってガンガン裁判していってるんですが、民族党の代表者、党首の大津彩香がですね、裁判するのは違法だとか、大津彩香のこのポスターを貼ったことが誹謗中傷だと、船橋市議会議員の朝倉先生に、対して、これ裁判することが違法だって言ってるんですね。裁判をすることは違法でも何でもないじゃないですか。裁判をして、あなたの発言が正しいのか、適法なのか、適法じゃないのかをやろうとしてるわけでしょ？大津さんは、あなたにお金を返してくれっていうポスターを貼ってることが誹謗中傷だとか言ってるけども、警察に行っても何もされなかったんでしょ？で、僕はもう選挙終わって今日もう2日経ってるけど、何の連絡も来てませんよ、警察から。適法なポスターを貼ってるんですよ。めちゃくちゃ調べた結果、全く問題ないポスター貼ってるから、選管も警察も何も言えないんですよ。あなたの悪行に関しては、もうあなたこそやってることがもう本当に、まあ悪魔のようなことをやってるわけですよね。債権者無視して、債権者の利益をそぐようなことをやってるわけですよね。7月16日の債権者集会、第1回債権者集会にも出たくないということで、上申書まで書いてきてるらしいじゃないですか。何考えてんのって話でしょ。あなたがこの間、僕がね、久しぶりに会ってあなたを追いかけて撮影した時に、刑事さん、警察呼びましたよね。あなた刑事さんの前で思いっきり嘘泣きしたらしいですね。情報入ってきてますよ、嘘泣き情報が。立ち見れないが、うい、あゆみさんに追いかけられるのが怖いって。お前、警察に怖くもないのに怖いってやったら、それこそ業務妨害で、本当に怖くもないのに、立花さんが怖いって言いながら、ね、僕の職場の前を普通に歩きスマホしながら歩いてるんですよ。立花に殺されるからもしれないって言って、インターポールに何か手配してるとか、警察に被害届まで出してるんでしょ？もう受理されてないけども。で、立花が怖いって言いながら立花の誹謗中傷を繰り返してるでしょ？あなたに対する裁判ももう3件提訴しましたよ、新規に。あなた僕に裁判負けてるでしょ？まだ一審だけども、8月の7日にまた裁判判決出るんだよね。これも僕多分勝つよ、あなたに。ちょっと若くて綺麗からって言って、自分の声ね、向いてくる、上辺だけしか見ない人をですね、僕が訴えたら、何かね、違法してるとか、それこそ、名誉損だからね、違法もして裁判することが違法するんだったら、もう弁護士全員違法でしょ。朝倉議員からは、ツイッターの DM でね、お電話いただければ幸いですということで、朝倉先生の携帯番号が入ってましたが、私はもう電話してません。あと着信もありましたが、さすがに出なかったです。これはですね、やっぱりいじめを僕は阻止したいんですよ。このようにね、テレビが立花が悪いって言って、それに便乗してでね、中身をよくわからずに、知らないですよ。中身わかってやってきたかどうか知りませんが、ね、市議会議員、現職の政治家である朝倉先生が僕をやっぱりね、誹謗中傷する。NHK 党を誹謗中傷する。これね、日頃朝倉先生なんか僕に対して何も言えない。正直、あれですよ。小心者ですよ、これ。YouTube のね、登録者数も499人しかいないような人ですよ。僕がやったらこれ、僕が朝倉先生いじめてるみたいなもんかもしれませんが、ただ、僕は朝倉先生にはちゃんとね、裁判の場で、今回ここで二人でね、何かやるんじゃなくて、東京地方裁判所でお互いの言い分をね、ぶつけましょうと。とにかく大津彩香の問題については正しく正確に知ってください。だからああいう問題が起こることを僕はやってるわけですよ。でも適法だし、何よりも大津彩香のやってきたことを悪行を多くの人に正しく知ってほしいから、このように朝倉先生を訴えてます。もちろん朝倉先生だけじゃなくて、選挙落ちは地内も訴えてるし、大津彩香も訴えてるし、朝倉先生はどうも地内のね、ポストをリポスト、いわゆる拡散してるって話も聞きましたので、ちょっとね、この辺もあまりにも状況を知らない人間が、メディアがね、立花を攻めてきてるから、NHK 等を攻めてきてるからというところでですね、一斉に攻撃をしてくるっていうのは、僕は、これはいじめだと思ってます。で、いじめられた時は、いじめてる中で一番弱いやつを見つけて、そいつを攻撃するんですよ。いじめていうのは、集団で個人を攻めてきます。その集団の中から一人一番弱いやつを見つけて、そいつをボコボコにすると、いじめて止まるんですよね。そんなもんなんですよ。だから今回、もちろんね、朝倉先生だけじゃなくて、選挙落ちは地代に対しても、大津彩香に対しても裁判をもう提起しています。田畑隆にも新たな裁判提起してます。
とにかくですね、破れ窓の原則といってですね、まあ一人でも悪口言ってるやつを見つけたら、とことんその破れた窓をですね、直していかないと、どんどん窓が破れていくっていうか、壊されていくと。今回ね、こういうよくわからないでしょう。朝倉先生はよくわからずに、大津がかわいそうだみたいな誹謗中傷してますけども、あと、なんか選挙ポスターが貼れなかったのは、選挙ポスターを枠外に貼らなきゃいけなくなったのは私のせいじゃありません。これは東京都選挙管理委員会の責任です。誰がどう見たって東京都選挙管理委員会の責任でしょ。それをさもテレビの言うことを信じて立花が悪いみたいなね。そうそう、思い出しました。この朝倉先生というのは、NHK の放送を正しいという前提で議会で一般質問する人だったんですよ。朝倉先生の恨みありません。ぜひね、法廷で朝倉先生の言い分をお聞かせてください。私は私の方で、大津彩香に対してのポスターを彼女に無断で貼っていることは適法です。もちろん彼女は公人ですから、彼女には肖像権はありません。そして著作権もですね、著作権法の38条から42条あたりに、公人に対するニュースに関してはですね、著作権もありません。もちろん書いてることは全て事実ですから、名誉毀損もね、これは違法性阻却事由によってありません。こちらは弁護士や警察、そして選挙管理委員会に確認した上でやってるので、それをね、誹謗中傷のポスターを貼ったなんて言われるとですね、たまったもんじゃありません。裁判所はですね、少数の意見をちゃんと聞いてくれるところだと私は信じておりますので、この後もですね、裁判をやっていこうと思っています。いわゆる情弱と言われる人たちですよね。新宿の議会と演説しましたけども、本当にレベルが低いなと。ただ、こういうレベルの低い人たちにも説明をしなきゃいけないなっていうのはすごく昨日感じました。いわゆる裁判負けてる人はいくら言ってもわからない。ジャーナリストを名乗る選挙者千代君に対してもいくら言ってもわからない。ただ翼の党の関係者の人に対してはなんで俺が逮捕されるんだよみたいなことを怒ってきてらっしゃったので、いやあなたは翼の党の運転手をしていましたよね、摘発された自動車を運転していて、それについて争いがないんですよね、であれば逮捕される可能性が極めて高いと私は表現したんですと。あなたが逮捕されるとは断言していません。全く何の関係もない人に逮捕される可能性が高いというのは名誉毀損に該当するでしょうけども、そういう可能性が高いことをいわゆる意見論評の範疇は問題ないということを繰り返し説明したら理解をしてくれてましたね。だから説明して理解してもらえる方もいらっしゃれば、やはりもう司法の場で白黒はっきりつけてあげない、まあ白黒つけても理解できないんでしょうけど、まあ、そういう方がいらっしゃるんだなっていうのはすごく分かりましたので、まあ、これからもう少し丁寧に説明をすることと、ご理解いただけない方には、まあ、裁判という司法の救済を受けていくと、これは民事も刑事も含めてということになります。まあ、まさに NHK が受信料を払わない人にやっていることと同じかなと思います。私の電話番号を公開していますので、お連絡いただける方たくさんいらっしゃいます。批判の方も大勢いらっしゃいます。ただ何度も説明しても理解できない方については着信拒否をしているということで、立花お前なんで俺の電話に出ないんだとかいう人については、それは一度説明しても理解できない人に二度の説明をする必要性はないという考えで着信拒否をしているということです。今日はご案内になります。重要ということでですね、去年の4月26、党員番号がですね、発行済みのアプリ党員さんの方々にですね、陳述書と案内文を、郵送にて送らせていただいております。プラスアルファメールの方でも送らせていただいてるんですけれども、まだ返信のない方が、いらっしゃる。そして、住所が不明で戻ってきている方っていうのがいらっしゃってですね、ぜひご協力をいただきたいのですけれども、そういう方々、もし私の手元にそういった案内文である、陳述書の案内文であるとか、その他メールが来てないよという方いらっしゃいましたら、こちらの陳述書7月17到着分までですね、代表権裁判の控訴審の証拠書類として使うことが可能になりますので、ぜひ斉藤事務所、こちら電話番号0365500304、そしてウェブマスター @nhk-no.jp のメールアドレスにメールをいただきましたら、郵送もしくはメールの方でちょっとご案内を差し上げますので、ぜひ協力いただきたいなというふうに思っております。
まあ、今回ですね、もちろんできることをするということでですね、まだ代表権裁判の方はまだ継続しております。私斉藤健一郎が代表である、大津彩香ではなく斉藤健一郎が代表であるというふうな形でですね、わずかながらの可能性にかけてできることはしっかりやっていこうということで、このような動きをしております。まあ、金銭的なところでもですね、こちらの方もし代表権裁判でですね勝訴することができて国政政党の要件を満たすことができたら、また来年1月1日からのですね政党交付金というのが受けることができる国政政党として活動することができます。今回東京都知事選もですね多くの方々に、出ていただきました。まあ、悪名もそうかもしれないですけれども、来年7月7日に向けてはですね、我々 NHK 党の活動というものが分かる人には分かっていただくような選挙にできたのではないかと私自身も思っております。もちろん、まあ、今回に関してはもう小池さんがほぼ 100% ですね当選することはもう分かっていた選挙なので、投票の数というものは、まあ、我々は全く一切求めてなかったんですけれども、まあ、ありがたいことにですねこのポスターの件も含めましてですねポスター掲示上の問題提起をすることはできました。本当に多くの方々ご理解いただいている方々ありがとうございます。メディアの方ではですねネガティブな捉え方もたくさんしてるんですけれども、そういったものにはめげずですね、我々が真にやっていることポスター掲示上の一つ問題提起、その奥にはですね NHK のスクランブル化、 NHK の問題を解決するというところが根底的にある活動の一環であります。そういったことから、この代表権裁判もですねしっかり勝ち上がって国政政党にまた戻りですね、今後の衆院選参院選と、続いてくるこの1年ぐらいの中でですね我々としてはしっかり戦っていきたいなというふうに思っておりますので、皆さんぜひどうかご協力よろしくお願いします。ということで、今回は告知だけやったんですけれども、もう一度再度ご案内いたします。党員番号をお持ちの方のアプリ党員の方でですね、陳述書のその案内文というものがメールもしくは郵送で来てないよという方がいましたら、私の斉藤事務所宛に電話もしくはメールの方をください。7月17到着分までは、代表権裁判のですね控訴審証拠書類として使わさせていただきます。もうできる限り多くの証拠書類として提出、裁判所にですね提出をしたいと思っておりますので、何卒ご協力の方よろしくお願いします。NHK をぶっ壊す。